はいどうも、インディーゲーム実況 VTuber の白コリゲームズです。今回プレイするタイトルはインソムニア、頭の中の劇場。可愛らしい手書きアートが特徴的な短編ポイント&クリックアドベンチャーです。インソムニアは不眠症という意味で、このタイトル通り眠れない気持ちを表現したゲームとのことです。心配事、ストレス、不安という気持ちを抱えて眠れないまま何度も寝返りを打ってしまう。そんな時に訪れる、頭の中で繰り広げられる劇場を覗いてみましょう。主人公の関心、思い出、感情を紐解いていきます。2月24日に公式に日本語対応し、ストーリーを楽しめるようになりました。それでは早速プレイしていきましょう。はい、インソムニア、ゲームを起動したらもうこちらの画面です。ずいぶんどんよりした顔でアラームを止める。パチリ。おう。おう。すごい早く過ぎた一日だった。うん。ずっとこんな感じで眠れないんだ。ちゃんと眠れてないですね。ずっとこんな毎日を送ってる。体壊しちゃいますね。おう。ずっとこの顔なのね。苦しそう。またそのまま朝になってしまった。いやー、眠れないのほんと辛いですよね。ゲームはスルーですね。あ、疲れちゃってる。あ、眠れそう？眠れそうですか？これ、あ、インソムニア、頭の中の劇場。いよいよ、ここからがスタートなわけですね。ちょっと眠りに、ついたっていう感じなのかな。設定は何があるんだろう。言語日本語。あ、解像度。これ解像度違かったんだ。あ、これで解像度がちゃんとなったみたいです。まあ、これでやっていきましょうか。スタート。ねえ。ねえってば。おーい。え？今度は何？私を見て。ほらほら。妖精的な。もう寝る時間よ。まだ11時じゃん。寝るにはまだ早いよ。もうヘトヘトなの。何日も寝てないの。でも頭は冴えてるでしょ？明日も会社行かなきゃ。休んじゃえ。そんな簡単に休めないから。昨日、一昨日のようにはいかない。今夜こそぐっすり寝たいの。そっか。じゃあ成功を祈ってるよ。また邪魔してきそう。地味に気になる音。寝苦しい。構ってほしくてしょうがない感じ。あのさ、眠れないんだけど。やっぱり眠れないんだね。君のせいだよ。見てほしいアイディアがたくさんあるんだ。待ってて、すぐにステージを立ててくる。え、いや、ちょっと。また。ステージを立ててくる。ジョの幕、ショータイムだ。おー、賑やかになっていきそうだな。想像し、はい、何でしょう。はいはいはい。お。なになになに？オッケー。なんだいなんだい？カット！え？簡単に説明すると、そう、長くなりそうね。ここに、電球を置くね。うん。私の助けが必要になったら、この電球を灯すといいよ。ヒントか。よう。あ、この近くを照らしてみよう。へー。優しいヒントをあげるから。優しいならもう寝かせて。さて、ショーは続けるよ。そこは続けるんだ。
え、照らしてみよう。照らしてみよう。チェーンの緩みによる舞台事故以外に私を邪魔できるものはない。チェーン、あ、こういうこと。やっと静かになった。ん、怪しい目。まだいるよ。もっといろいろ用意してみたんだ。見て見て。はあ。次は何だろう。夜はとても静かな感じがするよね。ええ、世界中が眠りにつく。私だけを置いて。チクタクチクタク。時間が経つのはあっという間だね。え、もう12時半。ねえ、針が進む音ってメトロノームみたいじゃない？行きたくない。ほら、窓の外から動物の鳴き声が聞こえるよ。行きたくないって。どっかの家の犬と野良猫が喧嘩してる。カエルの鳴き声、鳥の鳴き声。やめて、リズムに乗らないで、歌わないで。ほら聞いて、音がはっきりしてきた。あ、植物が土から芽を出す音まで聞こえるよ。あなたのせいで、どんどんうるさくなってる。素晴らしいじゃん。時間が奏でる曲だよ。いや、聞こえない、聞こえない。聞こえない。第一幕、時間の演奏。いやー、眠れない時って周りの環境音がさ、すごくたくさん聞こえるんですよね。え？鳥になった。カエル、時間に関係するものをクリックしていけばいいのかな？犬ちゃん。砂時計は違う。え？鳩時計はどこ？パポ、パポ、パポって言ってんのどこ？え、あとは何だろう？目玉。あ、ここに。あ、猫。あとはどこだろうな。携帯電話、鏡、水、ディスプレイ、引き出し。あとはこの、あ、おう、羊を数えるのって聞くの？羊、お、この子たちをポンって消すわけじゃない。あ、あ、すごい。羊がたくさん。羊がたくさん。え、羊たくさん出す？埋もれるほど。いや、出してみたけど、違うな。たくさん消しても。違いますね。今まで時計っぽいものをクリックしてきてたから。今の何の音？もう犬とかカエルとかを。あ、これか。砂時計。え、なんか木が。木が？あ、犬。あ、みんなが木に収まった。はい。ん、楽譜。楽譜？あ、それぞれが、はぁ。はい。はい。あれ？おぉ。おぉ。あ、違う。あ、わかった。てん、た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 ん。あれ？違うらしい。こうか。で、これだ。できました。お、出た！歌を奏でてる。かわいい。
ふう、子守唄になるかな。今の曲聞いたことある？眠りの曲でしょ。子守唄って言うんじゃないの？それともお休みの曲だったっけ？どうでもいいから、夜中にそんなことで悩まないで。うんうん、わかった。最近、いろんなことがあったね。うん。ネットで騒がれてるやつ。うん、知ってる。あの女の子、元気になったかな？デマを流した人たちは、罪に問われたのかしら。あのこともあの後どうなったんだろう。当事者たちは元気にしているのかな。あの新しい単語ってどういう意味だろう。本当に眠れない時ってこういうね、どうでもいいって言ったらあれだけど、こういうことがね、ポツポツポンポン浮かんでくるんですよね。このアルファベットって何の略かしら。あの説は本当なのかな？本当かどうかってそんなに重要？あれ？何スマホ見てるの？目が疲れたら眠れるはず。そうなの？あ、何？どうしたの？ブラームスの子守唄って言うんだって。誰？ドイツの中期ロマン派の作曲家。ロマン派？どれどれ？第2幕、眩しい情報。うん、いろんな情報がたくさん消していく。タブを、あ、これは難しい。これはなんだ、分割されたぞ。は、や、あ、早い、結構早い。あ、違った。く、真ん中だったか。え、何これ、広告？広告流れたんだけど。え、あー、また真ん中ね、真ん中ね。はい、おー、これだ、やったー、消せる。お、消えました。やったよ。あ、いろんななんか、うん、悲しい事件がね、ニュースでいろいろ取り上げられて、それを見ているだけでもね、結構気がめいってしまいますよね。 SNS で流れてくるニュースとかはね、基本私は表示されないようにしてて、まあそうやって身を守ったりはしていますね。まあ、世間に疎くなるんですけど。これは、うん、ずっと SNS を更新し続けてますね。情報にあふれすぎるとね、まあ本当に何だろう、疲れちゃう時ありますからね。私もあんまり見ない時はあるし、まあ適度にね、じゃあちょうどいい付き合い方っていうのをやってった方がいいんでしょうね。これは何、どうすりゃいいんだ。なんか怖い羊が増えてるんだけど。あ、これニュースを変えることで、なるほど、ニュースを変えることでこう消せるあれが増えたわ。はい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 、これで消した。なんか来た。次見てるのは、どれ？これを、これを、はい、これをなんだ？あ、はあ、はあははあ、1、1、2、あ、はい、これちゃくて、
え、どういうこと？これどういうことだ？9、4、9、4、9、9、わかんないなこれ。でもな、多分これいいねつけるかつけないかなんでしょうね。うん、ほぼ、いやでもこの6つの何なんだろうな。多分一番最初が、ちょっとこの子たち邪魔ね。一番最初がどこからだ？これ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 、間があってこれ 1,2,3 を繰り返してますよね。これちょっとわからないな。これ効果音なのか曲の一部なのかがわからない。ちょっと電球ともそう。下へ更新するより上へスワイプしてみて。上へスワイプ？え？下へ、下へ更新するより上へスワイプしてみて。あー、え？どういうことだ？こういう感じ？いやー、わからないな。下へ更新ってどういうこと？下へ更新ってこういうことですよね。それより上にスワイプ。だから、それはわかるんだけど、なんか、どうなんだろう。どういうこと？これ、9個のやつ、6つはないじゃん。9個、4つ、9個。これが何なんだろうな。わかんないな。もうテレビ関係ないじゃん。絶対これとこれが関係あるっていうのはわかるんですけど、他がね、何？いいね。順番だと思うんですけど、あー、これあれだわ、閉じたわ、閉じました。あ、なんかあれの通りにいいねつけるのかなって思ったんですけど、画面を閉じろってことだったわけですね。なるほど。思いつかなかった。そりゃそうだわ、パズルに、パズルだと思い込んでいた。ずっと寝返り打ってるけど、頭の中がもっとぐちゃぐちゃになったかも。さっきは何を見てたの？いろいろ検索したんだけど、途中から全部広告だった。一つタップしたら似たものがたくさん出てきて。じゃあ別のものを見たら？最近のニュースとか。ニュースは多いけど、見てると自分まで辛くなっちゃう。コメントを読むと、自分までイライラしちゃう。イライラしてる人多いですからね、コメントでね。ならまた別のを見よう。投稿した新しい試み、いいねはもらえた？別に、どうでもいい。自分が楽しければ、いい。じゃあ何を期待して何度も読み込んでたの？心のどこかでは、他人に認めてほしいのかもね。私は認めてるよ。あなたは他人じゃないでしょ。他人、他人って、他人を気にしてどうするの？
でも今までずっと、ずっとあんたは他人の期待に応えたかった。失望されるのが怖いんだ。でも自分を見失うことも怖い。でも私は、自分を見失うことも怖い。わかる。第3幕、もがく不安。共感の嵐だな。なになになに、どうした、めいめい、なに、この、あ、あ、破裂しちゃった。なになになに、どういうことこれ。つぶすクリックすればいい、うまいことをクリックすればいいかな。はい、とりあえずエイム力が試される。急に時計、オッケー。これどっち？あ、壊れた。さらに中から小さいものが。音符、壊れたハート。これはなんだ？これはコップか？コップ、手強い。コップの動きが読めなかった。これで？はい。やっと全部消えた。うん、空っぽだね。心臓の音が聞こえそうなほど空っぽね。まるで全ての始まりに戻ったみたい。小学校初日のこと覚えてる？思い出したくない。トイレに行きたいって手を挙げたら、先生はあと5分待てば授業終わるからって。私は、我慢できなかった。恥ずかしい。思い出させないでよ。夜中にね、こういうの唐突に忘れていたはずのことをこういう唐突に思い出すの、あるある。じゃあ、高校の時のことは覚えてる？先生にあんたのスケッチを少し痩せ気味だと言われて。頭のネジが飛んだのか、私は絵を横に伸ばそうとした。左右から引っ張って、絵を太らせようとしたんだよね。ビリって音がして、絵は真っ二つになった。みんな一斉にこっちを見たよ。みんなびっくりしたね。あんたが怒ったんじゃないかって。私もびっくりよ。どう説明すればいいかわからなかったし。もう過ぎた話だし、大人になったじゃん。おととい、プレゼンの時に動画の音が急に消えたの。私が調整するのを部屋中の人がひたすら待ってた。結局、黒板を引っかくノイズみたいな音しか出なくて。何年か経てばみんなも忘れるよ。昼間にもっとしっかり準備しておけば、あんな風に思われなかったんじゃ。かもね。8年前、私が問い詰めなかったら、もっとまともな別れ方ができたんじゃ。そうかも。12年前、私が意思を曲げなかったら、今とは違う人生を歩んでいたんじゃ。そんな風に考えてたら、お母さんのお腹の中まで遡るよ。まあ、過去の行動は悔いちゃいますよね。第4幕、成長の奇跡。めっちゃわかるなぁ。そういうことあるよね。はい。出ない！出ないぞ、これ。あ、出たわ。これは？なになになに？あ、切れた。はい。はー。はい。下に落としていけばいいのかな？バケツに？はいはい。ここをトントントンと降りて、あ、消えちゃった。え、あ、いい感じに導いてあげなきゃいけないってこと。まあ、ここまではいいんだよね。ここまではよくて、で、あ、ここでダメなんだ。カーテンを引いてないといけないのかな。
これで、カーテンを引いといて、はいはい。で、引いといて、あ、窓、あ、鳥が持ってっちゃった。あ、そこに落としてくれるんだ。ああ、で、はいはい。下に落ちた。あ、これ落ちちゃダメなんだ。この絵がさっき言ってたビリビリに破いちゃったやつなのかな。あ、バッグ。おー、ここでコンコン、バッグを、バッグを、お、オッケーオッケー。これで、これで、あ、あ、ダメ。ここに入れるのかな？どうするんだ？ここら辺で何かできそうなこと。って言ってもね。ここで、これでどうだ？さっき水が流れてたじゃん。ポーンとして、あ、ダメだね。あ、これか。水。これで水が流れてて。これ何かありますよね。これこれ。これどうすればいいんだろう。草の芽みたいな。これ水で成長とかしないのかな？これもクリックしてればいいのかな？これも、こうクリックしといて。で、これを、あ、オッケーオッケー。また、次のステージが、あ、どういうこと？はい。おー、これは、まず、こう来るじゃん。あ、三つ詰まってた。これ、え？タイミングよく行けば、行けんのかな？これ、開けとけば。開けとく。あ、一緒に下に、上？上なのか、下なのか。え、どうなった？あ、また鳥が持ってる。鳥が持ってる。これ？はい。はい。え？あ。これどこから？あ、ここから？マジ？結構戻るね。これで、ガタガタ開けといて、で、なぜか鳥のところに、ここに来たんだ。で、ほーら、ワインか。ワインのとこ行って、椅子を、こうしといて、これでいいの？ゴミ箱行き？うん。はい。これはどうするんでしょうね。この黄色いボールを、あ、消えちゃった。